ングだな、ハークだ。お前と組んで騒ぎてえと思ってたら、ちょうどドンピシャで繋がったんだよ。呼んだのはあんただろうが。で、騒ぐってなんだ。猿とバナナみたいだ。ところで猿っつったら何に連想する？バナナだ。偶像だよ。異教の猿の偶像。猿に償いしようと思ったんだ。人間の親戚なのに、昔の俺はいじめていたからな。自爆ベストとかで。え、何？依存症の回復ステップと一緒だ。自分で取りに行きたいんだけどよ。ココ6号とボンゴ2号がいて、こいつら体脂肪がないから寒いでござるとか言う前に凍えちまう。運悪いことに、その猿の偶像は山奥の洞穴にあるらしいんだよな。場所は知ってる？なて、誰が言ってる？そこら中の人だよ。いいか、王立軍も猿の偶像を探してるから急ぐんだぞ。ここいらのやつを殴る日は休日にすべきじゃないぞ。ここに来てもう3ヶ月何も見つからない。最近で頭をぶち抜きたから。ハーク、箱は見つけたが空だ。相棒、とんだ邪魔者が入ったな。おい、ちょっと待てよ。パガンの一味がまだその辺りにいるってことは、空洞は見つかってねえはずだ。どっか氷の上にでもあんのかな。おっと、待った、氷の上か。うまい隠し場所だ。氷河を調べてみろよ。
ハク、手に入れた。さあ出してくれ。もちろんだ。任せておけって。でもお前だけだって勘違いすんなよ。一人じゃ満足できねえ体質だからな。お牛はお牛らしく走るしかねえんだよ。
なんだ、それは森か。おい、紹介するぜ。捕鯨だけじゃねえ、ベッドの中でも外でも使えるっていう大ヒット商品なんだ。アタッチメントは別売り。いえ、うん、おい、これはまるでインディ・ジョーンズだ。これを取るときに仕掛けが動かないようにする砂袋は置いたか。いや。でも蛇の穴はあったろ。雪に蛇？いや。ない。あ、そうか。まあきっと猿の神々を怒らせなけりゃ大丈夫ってことなんだよな。でな、また場所が分かったら連絡するぞ。まだあるのか。うん。よし。よし。俺の番号いるか。俺の持ってるだろ。イエス。それと住所も嫁の番号も、ベッピンさんだよな。愛しいぜ。ああ、よし、次はどこだ。